はい、今回ね、とどろき来てるんですけど、要はね、先日ね、このオングルマン絆覚醒したんだけど、こっちもね、2回目の情報修正で落雷耐性がついたんですよね。なんでまあ、どこまでいけるのかなみたいな感じでやっていこうかなと思います。一応悪魔超人キラー強がついてるんでね。結構ね、ここ悪魔超人が出てるんですけど、まあ、なんつったらいいかな。友情が非常にね、シンプルなんでね、敵単体にしか当てれないんで、まあ、どちらかというと、友情よりかは直殴りでっていうとこなんでしょうね。ただ、これも貫通なんでね、ガンガン削っていけるかどうかっていうのはちょっとまた使ってみないとわからんところですね。まあ念のためだからね、もう本当に防御型のね、パーティーを組んできましたね。攻撃力にかなり不安があるパーティーではあると思うんですけど。まあそれでも、巫女のビビンバは強いですよね。あとまあ、このゼリーを出してくる、マントの、やつを、にもある程度、やっぱ、有効かなって感じですよね。まあ、アトランティスとかはこうやって簡単に倒せちゃったりするんでね。まあ、ここも一応ね、ステカセキングがキラー対象にはなるんですかね。ただまあ、どうだろうな。火属性なんでね。あとまあ、ゼリーバンバン出てくるんで。直殴りもなかなかどうだ。ゼリーのマントのやつを排除しないと難しいかもしれないですね。で、第4ラウンドは、一応、まあ、そうですね。まあ、キラー対象は多いけど、ブラックホール火属性っていう感じかな。まだ、そうか、ゼリーを排除するにはいい感じかな、こうやってみるとね。で、第5がね、まあ、マウンテンかな。マウンテンとステカセ、この下2つかな。この下2つがキラー対象ってことですよね。うん、マウンテンを簡単に倒すのはでかいな。まあ、このラウンド6もほとんど全部かな、これ、キラー対象になるの。だから、まあ、ここは活躍しそうですよね。ゼリーに、そうだ、ゼリーに引っかからずに、この位置だったらかなりいけるんじゃないですか。ただまあやっぱりね、その火属性のが多いっていうのがあるんで、そこなんでしょうね、多分。
ここがもしもね、ロッキーキラーだったらよかったんですけどね。このい、あー、でもちょっと。絆創膏が向いてたらひょっとして、あー、でもキラー対象になってないんだよな。回打ってみるかでも。まあでもそこそこ強いなやっぱり。必殺技強いっすね、やっぱり。今、位置が避けて絆創膏当たったらもっと当たってたかもしれないな。絆創膏今、判定あったかしら分かんないですけど。そうだな。これも評価にすごい困るけどね。落ちたね、久しぶりに。まあ、ところどころ随所では、なんていうのかな。僕もこれ初めて、モンゴルマン連れて行ったんであれなんですけど、光るところはあったんじゃないですかね。特にマウンテンとかも横貫とかで一発で倒せましたしね。あと、まあ、ゼリーを出すね、マントのね、超人にも、簡単に倒せるんでね。そのあたりは活躍。あと、まあ、必殺技が意外に、やっぱ削れますね。このレグラリアと。これ、前から強いなと思ってたんですけど、火属性に対して、キラー対象でもなかったんですけど、結構削れてる感じなんで、もっと、ね、やれば当てれたかもしれないですけどね。友情も発動してくれるんで、必殺技。だから、まあ、フィニッシャーとしても使えるんじゃないかなと思います。ただ、他の適性と比べると、どうかっていうのはちょっと、いろいろあると思いますけどね。また、他のところもやっていきたいと思います。では。